こんにちは。札幌からお天気をお伝えします。今日は朝起きて空気の冷たさに秋を感じました。昨日の雨がこの秋の空気連れてきたんですね。こちら昨日の雲なんですが、季節を分ける前線の雲がこのように道内にはかかっていました。太平洋側では昨日はまだ夏の空気に覆われていたんですが、今日から日曜日にかけては北から秋の空気がどっと流れ込んできます。ただこのまますんなり秋とはいかないんです。来週にかけての予想最高気温を見ていきます。札幌では日曜日までは25度から27度、過ごしやすい陽気です。帯広は月曜日までは25度を下回る日が多いんですが、来週は蒸し暑い空気が入ってきます。札幌では水曜日以降30度以上、帯広も水曜日木曜日真夏日となり、旭川も木曜日からは30度を超えてくる予想です。涼しくなった後の暑さ、体に応えます。過ごしやすい陽気の週末のうちに睡眠や栄養をしっかりととって、熱中症に負けない体作りしておきましょう。では今の札幌の様子です。こちら 21.5 度となっていて雲が多いですね。午後の天気です。昼過ぎからは晴れるところが多く、札幌も午後2時頃から青空が出そうです。ただ太平洋側では雲の多い天気です。道南の江差や函館室蘭など夕方頃までにわか雨がありそうです。予想最高気温、昨日より低くなるところが多いでしょう。昨日は32度台まで上がった帯広、今日は一気に8度ぐらい下がって24度の予想です。札幌は25度とこの時期らしい気温でしょう。道東では20度を少し超えるぐらい肌寒いです。変わって今の旭川の様子です。こちらもこの時間まだ雲が多いですね。週間天気です。土日ともすっきり晴れるのは道北とオホーツク海側です。その他の各地、日曜日になると各地雲が多いでしょう。土日は朝晩を中心にひんやりしますが、来週月曜日からはまた夏の暑さがぶり返してきそうです。